本陣の守りを崩すな。味方の船が到着するまで耐えよ。信長さんよ、これも仕事だ。恨むなよ。ふん、進め。その先は極楽浄土だ。なぜ井村は生きるために現れるのに。井村には生も死も同じ価値しかない。よし、そのまま敵山の本陣を攻めてくれ。引き続き味方の船を待て。時が来れば敵戦など無に帰するのみ。敵戦、信長が召した。信長様、尊敬いたしております。押して参る。いざ、尋常に勝負。まだまだ行くぜ。最下衆、船を渡り奇襲をかけるんだ。敵将、信長が召した。お見事、さすがでございますな。いざ、尋常に勝負。我のある武士とお見受けいたす。敵将、信長が召した。お見事でございます。苦戦するとは、よかったわ。敵将、信長が召した。信長さんは尊敬いたしております。ようやく兵糧が届いたな。しっかりあっちまで届けてくれよ。敵将、信長が召した。尊敬、お買いなき主義を。押して参る。我が国の地位をと取ってみよう。殺されたんすか。俺たちの怒りを喰らえ。信長が召した。お見事、さすがでございますな。敵将、信長が召した。信長様、尊敬いたしております。兵糧を運び込ませるな。第六天下した信長が修羅と戦。死を恐れぬうぬらに生きる糧は不要。苦戦するとは、なかったわ。して参る。敵将、信長が召した。男を自ら、もったいなき主義を。
長が今の戦うわけ。分かっております。これは戦なき世を作る礎のためであるか。第6位の下、信長が成功する。なんだあのでかい船は。この軍勢はプチン無駄な抵抗はやめるのです。時は来た、全軍敵本陣を落とせ。苦戦するとは、抜かったわ。敵将は信長の命した。お自ら一体なき死にを許してまいる。敵将信長が命した。信長様、尊敬いたしています。第6回の下、信長が修羅と戦。これ以上は戦っても無駄だ。あとは俺たちに任せて下がる。手を切れ、すべて撫で斬りにしてくれ。敵将信長が召した。第6回の下、信長が修羅と戦。信長、お前はいちゃならない存在だ。今日のところは引くが、俺は諦めない。無価値。